オーストラリア・ニュージーランド軍団は、第一次世界大戦において、オーストラリア及びニュージーランド出身の志願兵により組織された軍団。一般的には、アンザックとのアクロニムで言及される。アンザックは、後にオーストラリア及びニュージーランド合同の軍事組織を意味する語にも発展した。ガリポリの戦い、中東戦線、西部戦線において、英軍の指揮下に入り戦った。 安クの上陸パーラメントハウスにある F 称したトルコ人兵に水を与える安クの兵士第一次世界大戦が勃発すると1914年中にカナダ海外派遣軍と同様にイギリス本国を支援するためにオーストラリア及びニュージーランドからも兵員を派遣することとなった当初名称はオーストララシア軍団であったがニュージーランドの反発により オーストラリア・ニュージーランド軍団となった。略称は A&NZAC がまず用いられ、短く暗則も使用された。部隊は1914年12月にエジプト回路に到着し、1915年2月からカリポリに投入された。オーストラリアとニュージーランドの陸軍は、最初はウィリアム・バードウッド将軍により指揮された。当初はオーストラリア第一師団のほか ニュージーランド不評旅団とオーストラリア第1、軽騎兵旅団、ニュージーランド機上ライフル旅団で編成されていた。まもなく、オーストラリア第4不評旅団と2個軽騎兵旅団が、増援として到着し、ニュージーランドオーストラリア師団が編成された。ニュージーランドオーストラリア師団は2個不評旅団と2個、騎兵旅団の編成であった。これにより、安塚は、オーストラリア第一師団及び、 ニュージーランド・オーストラリア師団の2個師団編成となった。3つのオーストラリアと1つのニュージーランドの騎乗兵兵旅団はガリポリの戦いでは安削の不評として参加していた。オーストラリア第2師団は1915年8月にオーストラリアから到着し、いくつかの大隊は戦争の最後の数ヶ月、ガリポリで戦闘に参加した。1915年11月、 ガリポリの撤退の後、オーストラリアとニュージーランドの部隊はエジプトに再集結した。ニュージーランドの派遣部隊は自分たちのみの師団であるニュージーランド師団を編成することを望んでいた。しかし、オーストラリア軍は2つの新しい師団を編成するという大きな再編成を行った。この2つの師団はオーストラリア第4師団とオーストラリア第5師団である。 オーストラリア第3師団はオーストラリアで編成されたが、イギリスやフランスへは送られなかった。これらの師団も含めて、第1安ク軍団、第2安ク軍団の2つの軍団に再編成された。この時、頭文字を並べた略語としての安クの使用が中止され、オーストラリアもしくはニュージーランドの部隊を含む編成を記述する際の単語として使用され始めた。 バードウッド将軍配下の第一アン安ク軍団は1915年の初めにフランスに送られ、アレキサンダー・ゴッドレー将軍配下の第二軍団は、その後に続いた。安尺機場兵士団は、この時編成され、3つのオーストラリア軽機兵旅団とニュージーランド機場ライフル旅団から構成されていた。士団は、エジプト、市内半島、パレスチナ、 シリアを含む中東において戦った。西部戦線では安クの部隊はいくつもの戦いに参加した。オーストラリアとニュージーランド次団はン部の戦いではイギリスの軍団の一部として戦いに参加した。しかし1916年7月23日のポジエールの戦いでは安クの部隊のみで戦いに参加していた。この時の編成は 1> 第1安ク軍団であった。1918年のソンムにおける最初の戦闘が行われたビレブルトヌーでは、オーストラリアとニュージーランドの師団を含む陸軍の軍団であることを表すため、安クの名称の使用をやめていた。第1安ク軍団はオーストラリア軍団と呼ばれていた。オーストラリア軍団は5つのオーストラリア師団を含み、 西部戦線の連合国軍で最も強いと言われていた。ありがとうございます。